皆さんに重大発表があります本日2021年8月15日から私宮崎大輔の初著書「リッチンから始める日本一簡単な家庭菜園の入門書おうち野菜作り」がアマゾンで予約開始になりました。 どうもこんにちは宮崎大介です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は私宮崎大介が初めて本を出版するというご報告をさせていただきます。今回の動画では前半部分で出版をするおうち野菜作りについて説明をさせていただきます。それから後半では2週間後に33歳を迎える 私宮崎の人生の振り返りとなぜ本を出版するのかについて説明をさせてください普段の動画では話してこなかったことについても語らせていただきますので是非最後までご覧くださいそれでは前半部分では本の紹介をさせてくださいまず本のタイトルなんですがキッチンから始める日本一簡単な家庭菜園の入門書おうち野菜作りそして 著者は私宮崎大輔です出版社は株式会社角川さんですこちらの本は私一人で作ったわけではありませんイラストレーターさんやライターさんカメラマンさん編集者さんなどいろんな方が協力した制作チームで作成しておりますはい表紙はこんな感じですすごくおしゃれな雰囲気ですよね今までよくあった家庭菜園の本とは 一線を隠すデザインだと思います本の内容としては再生栽培がメインな内容となっている家庭菜園初心者の方向けの本ですオールカラーでイラストや写真が満載ですごく見やすくてパラパラと眺めるだけでも楽しい本になっていますこれまでの一般的な家庭菜園本とは違う雰囲気です 発売日は2021年の10月14日の予定です本日2021年8月15日からアマゾンで予約が開始されましたアマゾンだけではなくて全国の書店でも予約ができます価格は税込みで1760円の予定ですただしいろいろと変更になるかもしれませんどんな方におすすめかと言いますと家庭菜園初心者の方とか まだ一回も野菜栽培に成功したことがない方とか家で手軽に野菜を育てたい方ちょっとだけ自給自足をしてみたいなと考えている方家で始められる趣味を探している方子供と一緒にできる趣味を探している方このような方におすすめですそれからこの本は 日本一簡単な家庭菜園の入門書を目指しておりますなのでプロの農家の人が読んで農業経営の参考にななるような本ではありませんそれから家庭菜園ベテラン勢の方が読んだ場合ももうこんなことは知っているよというふうに思ってしまうかもしれませんそれぐらい基本的なところから分かりやすく伝えることを意識して作っておりますこの you の youtube 動画と 本の違いなんですがまずイラストや文章を使うことで動画よりもコンパクトにまとまってわかりやすいかと思いますそれから YouTube と違って情報がまとまっているので必要な情報が見つけやすいと思います目次の部分を見たりとかページをパラパラと見るだけで必要な情報を見つけられますそれから本の中でこちらの YouTube のチャンネルの動画の紹介もしていますので 本で読んで気になった部分細かな部分についてはこちらの YouTube のチャンネルの動画を見ていただくことでより詳しい情報とか細かな作業の部分まで映像で見ることができますなのでこちらの YouTube の動画と本のテキストやイラストの情報が保管し合うような関係になっていますそれからおうち野菜作りは紙の本と電子書籍と 二つのタイプが販売されます。電子書籍はすごく便利なので私も大好きなんですが今回はできれば紙の本をお勧めします。なぜかと言いますと今回はイラストや写真が満載なのでパラパラーっと見ただけでも十分楽しめるからです。紙の質にもこだわっておりますのでできれば紙の本で買っていただきたいなと思います。こちらがおうち野菜作りの本のイメージです。 サイズはここれれぐぐららいいのの大大ききささになる予定ででですすす版って言うんですかねあれ宮崎さんって過去にも本を出版していなかったっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですが過去に出版された本は私が著者として出版したのではなくて出版社の方が出版する本の一部を担当していたとそういう立場でした。 いいいちちごごで稼ぐという農家のの方向けの本とかそれから小学生向けのいちご栽培の本ですとかそういったものの作成に協力しております今回は私がメインの著者になっていろんな方に協力していただきながら本を作成しましたここからは私から皆さんへのお願いです是非このおうち野菜作りを買ってくださいお願いします 買ってもいいよ、買ってあげよう、ぜひ買いたいというふうに思った方は、発売日まで待つのではなくて、今すぐ Amazon で予約購入してください。この Amazon で予約購入をしていただけた数というのが、出版業界では非常に重要なことだそうです。普段 Amazon を使っていないという方でしたら、皆さんがお住まいの地元の本屋さんでも、 予約購入がでできるそうです今画面に表示しているこちらの情報を本屋の店員さんに見せていただけますと予約購入ができます家庭菜園初心者向けの本を読みたい人とかもしくは私宮崎のことを応援しているよというふうに思っている方はぜひ買ってくださいよろしくお願いしますでは後半は「 2週間後に33歳を迎える私宮崎の人生の振り返りとなぜ本を作ったのかについて話をしたいと思います。まず私は人生のやりたいことリスト100というのを書いておりましてそれは私の人生でやりたいことを100個羅列しているというものなんですね。でその中の中番目が 本を出版するとということでした。なのでこの61番目の私が人生でやりたいことが今回叶いました死ぬまでに達成できたらいいなと思っていた目標が32歳ででで達成できままししたので非常に嬉しく思っております。今32歳というふうに言ったんですが2週間後には33歳になりますなのでここで少し私の人生を 振り返ってみたいと思います。大学に入った19歳から振り返っていきたいと思います。この19歳から22歳までの4年間は、新州大学の農学部に通っていまして、素材科技園芸学研究室に入っておりました。素材科技園芸学というのは、野菜と花の研究をする研究室です。その中で私は、いちご栽培の担当をしておりました。 大学の同期とか先輩後輩とかそういったメンバーは他にも野菜の研究をしている人もいたし花の研究をしている人もいましたちょっと珍しいところだと博士課程の方は緑虫の研究をしている人もいましたその後23歳から24歳までその研究室で大学院の修士課程に進みました修士課程を卒業してから 普通だったら新卒で一般企業に就職したりとか公務員になるんですが私はそういった道を選ばずに JICA の青年海外協力隊に参加しまして野菜栽培隊員としして中央アメリカににあるパナマ共和国に派遣されました。このパナマ共和国では電気も水道もないような山奥の集落で野菜の育て方を教えるという仕事を2年間行っておりました。 任期が終了してから27歳で日本に帰国をしまして272829と3年間は個人事業主として農業分野のコンサル事業ですとかブログを書いたりカメラマンとしししてて仕事をしておりました。そして30歳になった年に株式会社イチゴテックを設立しまして法人は3期目を迎えております。 株式会社イチゴテックはメインは農業コンサル事業なんですがこちらのチャンネルの YouTube 事業も行っておりますそれから新しい事業もいろいろと準備中ですそして2週間後の8月28日に33歳になります今回私はこの323歳ぐらいのタイミングで本を出版することになったんですが園芸関係の本の出版を 30代でする人というのは非常に珍しいそうです園芸業界の中では30代はかなり若手だと思うのでますます頑張っていきたいなと思いますじゃあなんでこんなに若い32歳の私が本を出版できたかと言いますとそれはこちらの youtube のおかげですここで少し youtube の歴史も振り返ってみたいと思います 私が YouTube に動画の投稿を始めたのは2017年の12月からです初めは私が仕事で海外出張に行った様子とか海外旅行の話とかそれから私はスペイン語を話すことができるのでスペイン語の話とかそういったことを話しておりましたただその時は全然人気がなかったんですね全然動画を見てもらえないし 登録者の数も全く伸びないという状況でしたそこで試しに家庭菜園向けにイチゴの育て方の動画をアップしてみたんですねそうしたら動画をたくさんの方に見てもらえたので家庭菜園向けの動画を作るようになりました実はその当時家庭菜園向けの動画をアップしている YouTuber ってほとんどいなかったと思います そしてそれからおよそ3年間家庭菜園向けの動画とか農家の人向けの農業の話とかそれから観葉植物の動画ですとかそういった動画をアップしてきました皆さんのおかげでチャンネル登録者数が12万人を超えましてそしてあれもいただきましたちょっと持ってきますはいこれです 銀の盾ですこの盾をいただけたのはこの動画を見てくださっているああなたのおかげですすどううもありがとうございますそれからこちらのチャンネルは2018年から私以外の方にもいろいろと協力をしていただいております。今はこちらのチャンネルの動画の制作チーム5名のメンバーがおります。 私一人で運営しているわけではなくてチームとししてて運営をしていますこれまで3年半 YouTube のチャンネルを運営してきて気づいたのは人の役に立つこことととが大切だということです私は最初は海外旅行関連の動画をアップしていたんですが全然人気が出ないので YouTube を本気でやめようと思っていました。 ただその時に家庭菜園向けのイチゴの育て方の動画をアップしたらもっとこういう動画を見たいという声をいただいたのでそのリクエストに応じる形で今のようなスタイルに変わっていきました動画を見たいと思っている方がこのカメラの向こう側にいてその人の役に立つような動画をアップするようになったんですね この人の役に立つということを考えてみますと思い返してみると私も学生時代非常にそういう思いい思が強かったです最近の若者は社会貢献性を重視するという価値観に変わっているそうでして私もそういうタイプだったと思います人の役に立ちたいと思ったからこそ JICA の青年海外協力隊に参加したんですねただ その青年海外協力隊の2年間で人のの役ににに立つっっててこんなに難しししいのかっていかう,ふうに実感をしました青年海外協力隊の思い出を話し始めると非常に長くなってしまうので今回はちょっとやめておくんですがなかなか難しいんですよね。 私が行っていた集落っていうのはパナマの山奥にあって電気も水道もないし現金の収入っていうのがほぼゼロもう全くお金を農民が稼げないっていうところだったんですねでそれから大人の人は学校に通ったことが一回もないので文字の読み書きが全くできませんでした今の子供は学校があるので学校に通えるんですが中学校までしかないので 高校に通える子供はほぼゼロだったんですねそうするともう職業の選択もなくなってきますそれから現金がないってなると医療を受けるっていうこともなかなか厳しくなってきますなので私が滞在している間にも、えー、子供がなくなってしまうとかそれから大人がなくなってしまうとかそういったことがありましたで、そのような状況の中ででもできることって限られてくるんですよね 例えば私が医者だったら何か医療を提供できるかもしれないんですが、私は医療に関する知識が全くないんですね。なので私にできることと言ったら、野菜の育て方を教えるぐらいしかできないんですね。その協力隊の活動を通して人の役に立つためには、自分がやりたいこと、できること、その人が必要としていること、これが全部うまく組み合わさないと、 いけないんだなということを実感しましたそれからもう一つ実感したのはお金の大切さですその集落の村の人というのはお金がないお金が稼げないということで非常に困っていたんですねもちろんお金だけあればいいということではないんですがそれでも最低限のお金がないと生活ができないとか子供に医療とか教育を受けさせることができないとかそういった問題が起きてきます それから人の役に立ちたいと思っている側の人間に対しても生きていくためのお金が必要ですしそれから活動をすす。るためのお金も必要になってきます協力隊の期間中は JICA から活動の資金ですとか生活費をいただけるので問題がなかったんですが私はその協力隊の活動が終わった後に 別の人たちと協力をして NPO のような活動をしていました南米の環境問題に対して解決を目指すという活動を行っておりましたただその時は活動する資金がなかったのでクラウドファンディングを使ってお金を集めてそれで活動を行いましたただクラウドファンディングであってもどうしても単発になってしまって継続的な活動の資金というふうにはならないんですね なのでこの協力隊と NPO の活動を通して私が実感をしたことというのは継続的にお金を稼ぐ仕組みを作らないと人の役に立ち続けるっていうことはできないということです人の役に立つことで継続的にお金を稼ぐことができたらそれが一番いいなと思いましたそれって商売なんじゃないかなと思ったんですねそして個人事業主をしたりとか 株式会社をを立ち上げてて商売をしししいくことにしました例えば今回私は本を販売するんですが本を販売しますと利益が出ますそうしたらその利益を使ってまた別の本を作るとかもっと面白い動画を作るとかもっと動画作りの頻度を増やすことができます利益を出すことでさらに人の役に立てるようになるしかつそれが継続的に行えるようになるんですね この仕組み化というのを私は協力隊の時にはできなかったですし、それから NPO の時にもできませんでした。法人を設立して、こちらの動画作りをチームで行ったりですとか、こういった本の作成をチームで行うことで、この継続させる仕組みを作れるようになりました。それからもちろん人の役に立つというのは、お客さんのような組織の外の人だけではなくて、組織の中にいる メンバーに対してもお給料やや報酬や待遇などの面で人のの役に立つことがでできますなので継続的に人の役に立てるという意味でこのような本を制作チームと一緒に作ることができた今回のこの取り組みが私として非常に嬉しく思っていますただしお客さんに対しては金額以上の価値を提供できないといけないと思っています 例えばこちらのチャンネルの YouTube の動画は皆さん無料で見ることができていますしかし本を買っていただこうと思うと皆さんはその本の代金を支払わないといけませんだからこそ無料で見れるこの YouTube の動画以上の価値をしっかりと届けないといけないと思っていますおうち野菜作りの本の値段は税込みで1760円の予定ですこのの金額以上の 価値がある本を作らななけければいいいと思いますそのために私の知識ですとかこれまでの経験を生かしましてさらにイラストレーターさんに綺麗な絵を描いていただいたりとかカメラマンの人に綺麗な写真を撮っていただいたりとかライターの人に非常に分かりやすい文章に整えていただいたりですとか編集者の方にそもそもどういう伝え方をしたらいいのか一緒に考えていただいたりいろんな方の 協力を得ててででききるるだけいい本ががようににに頑張っておりりまます。す。それから最後に皆さんにメッセージがあります私が今回おうち野菜作りを出版することができたのは皆さんのおかげです皆さんが私のチャンネルをチャンネル登録してくれて動画を視聴してくださっているおかげでこのようなチャンスをいただけましたいつも動画を見てくれてありがとうございます これからもますます頑張っていきます応援よろしくお願いしますそれからこの宮崎のことを応援しているという方がいらっしゃいましたらぜひ amazon で本を予約購入してくださいよろしくお願いしますはいというわけで今回はおうち野菜作りという本を出版しますというご報告と私の人生の振り返りそれからこちらのチャンネルの振り返りなぜ本を作っ たのかという説明をしましたこのおうち野菜作りはかなりできてきたんですがまだ印刷はされていないんですね私もちょっとドキドキしながら完成を待っているところですこちらのチャンネルを見てくださっている皆さんにとってはかなり面白い本だと思いますですのでぜひ予約購入をお願いしますでは今回の動画が面白かった役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします 質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。